犬のハンク、または、球場犬ハンクは、アメリカ合衆国で有名になった犬。2014年2月に保護され、野球のメジャーリーグベースボールにおいて、ミルウォーキー・ブルワーズのマスコット的存在となった。犬種はビション・フリーゼの雑誌とみられ、名前は、球団 OB のハンク・アーロンに由来する。ブルワーズは2014年シーズンへ向け、アリゾナ州フェニックスのメリーベール・ベースボール・パークを、 拠点にスプリングトレーニングを行うことにしていた。当主と保守が集合するトレーニング開始日は2月17日だった。その日、施設に子犬が迷い込んでいるのを警備担当者が見つけ、三塁コーチで犬好きのエドシーダーが食事を与えた。獣医へ連れて行ったところ、子犬は大怪我していて、右後ろ足にも何かに惹かれた跡と見られるものが見つかった。また、歯が2本欠けていた。 球団は元の飼い主が見つかるまでこの子犬を一時的に預かることにし、広告を施設周辺に掲示したが、飼い主は現れなかった。そのため球団はこの子犬をハンクと名付け、みんなで協力して世話するようになった。シーダーが食事当番として、毎朝ソーセージと卵をやり、夜になると球団職員が交代で連れて帰った。 ヨバニがヤルドに連れられて練習中のフィールドに入ることもあった。ある時、広報担当副社長、タイラー・バーンズが、ハンクの人懐っこさに目をつけ、球団のドッグウェアを着せて撮影した写真を、ソーシャルメディアに投稿すると、バーンズの予想をはるかに上回る反響があった。球団には、ハンクを引き取りたいという申し出が1000件以上も寄せられた。ビーチバレー選手で、 オリンピック3大会連続金メダリストのミスティメイトレーナーはツイッターでスプリングトレーニングが終わった後にハンクがどうなるのかわからないけど私はハンクにぴったりのうちを持ってるわよと呟いた。NBC、トゥデイや ABC、グッドモーニングアメリカといった朝の情報番組でもハンクが取り上げられた。球団最高執行責任者リック・シュレ・シンガーはボブはミスター・ベースボール。 ミスターブルワーズだ。ところが、ハンクがチーム一の人気者の座をボブと争うようになっていると語った。バーンズがアリゾナにいる間、彼の仕事の半分以上がハンク関連のものになった。3月14日、球団はハンクをブルワーズの一員として正式に受け入れると発表した。選手たちがアリゾナに残ってスプリングトレーニングを続ける中、ハンクは一足先に、 球団本拠地ウィスコンシン州ミルウォーキーへ向かうことになった。16日、ハンクは球団首脳と共に飛行機でミルウォーキー入りし、ジェネラルミッチェル国際空港でミルウォーキー市長トム・バレットやミルウォーキー軍長官クリス・アーベルの出迎えを受けた。18日には本拠地球場ミラー・ーパークでハンクのお披露目会が催され、250人ほどのファンが列をなした。 球場売店ではこの日、ハンク T シャツが1日で1000枚以上も売れた。さらに T シャツ以外にも、ピンズやペナント、縫いぐるみなどのハンク関連グッズが次々と作られたが、これらの売上金のうち2割がウィスコンシン動物愛護協会に寄付される。シュレシンガーは、我々の目標は、迷子になったり捨てられたりしたペットの問題にもっと光を当てること。これは、 アリゾナやウィスコンシンだけの問題ではないと述べている。3月31日にミラーパークで行われたレギュラーシーズン開幕戦で試合前のセレモニーにハンクが登場した。選手紹介と国家読書、そして始球式が終わった後、球団マスコットのバーニー・ブルワーに連れられてフィールドに現れファンからの大歓声を集めた。その後もハンクの人気は衰えていない。 2013年シーズンを通して、球団で一番多く売れた T シャツは、ジョナサン・ルクロイのもので8000枚だったが、2014年は、まだ6月が終わっていない段階で、ハンク T シャツがすでに12,500枚も売れたという、ありがとうございます。